うわー、そう考えたら本当に嫌な予感してきた。うわー、どうしよう、やりたくねえけど。ああ、違うな、骨がある。うえ。これ、石堂らさんの研究施設であった。アクション。骨あるね。安全に渡る違った方法をわ、あ見れ。つけなきゃ。フォークランプでした。骨あるねえじゃないね。ないんだわ。上がってる？あれ？あ、よかった。あれかな？違う。あれ？レベリオ。最初に落ちてきた骨は？アクション。レベリオ。これが多分道になるんだよね。アクション。ここは跡か。違うっぽいな。一旦戻って、まだ道あったっけな。よいしょ。あるね。コンフリンゴ。これも今更ではあるけど、仮にも墓だった場所でこんな、ボカンボカンやっていいのか。墓場にいるんだから不気味な音くらい普通だよ。普通なのね。私は恐ろしいけど。恐ろしいけどとは言いつつ、お金は持ってく。あった。レベリオ。お金これぐらいかな。アクション。リガーディアンレビオサ。じゃあ骨を持ってきましょうか。今更だけど、これって誰の骨なんだ？偽物じゃないよな。こういうギミックを作った人は知らない誰かの骨を再利用したってこと？悪趣味すぎない？なんか人として。やったな。やったね。分かってたよ。肌じゃなくて骨で感じたんだ。最高うのまいジョね。ークだ。さて、バトルですね。間違いないね。先に進む前に気づいたことがある。何でしょう？その生徒の日記に服従の呪文のことが書いてあるんだ。それが必要になるかもしれないな。そうだ許されな。ざる呪文は数で劣勢の時に役に立つんだ。使用者は呪文をかけた相手を完全に支配できる。だ操るのからか。インペリオを覚えたいなら教えてやる。また知ってたのか。その呪文を覚えるとどうなる？どこで覚えたの？どこで服従の呪文を覚えたの？自分で覚えたんだ。オミニスには言うなよ。独自慢学できか。るようなことじゃないけど、役に立つ可能性はある。君も覚えておくべきだ。まあ、万が一でクルーショーは覚えたけど。その呪文をよく知ってからにすべきじゃない？爆発の呪文を覚えてるか？それとほぼ同じなんだけど、許されざる呪文は意思をはっきりさせる必要がある。強く念じるんだ。だね。クルーショーの時も同じ。魔法の強さが云々ではなく、相手を苦しめようという意志が必要なことが許されざるの部分なんだろうね。まあ、覚えてはおくか。悪と言っていいか一概にわからんけど、戦う相手がいる以上、手札は多い方がいいもんね。実際に使う使わないは別にしろ、それを見せることで渡り合えるものもあるかもしれないから、覚えておこう。覚えておいた方が良さそう。そうだ。命を守るための呪文は許されるべき呪文だ。君には責任がある。長い間誰も見なかった力を持ってるんだから。そうだな。杖の動きに集中しろ。簡単にはマスターできないぞ。わかった。
セバスチャンはまあ簡単ではなかったから言ったんだろうけど、よく覚えたね。やっぱ基本はすごく真面目な子なんだろうな。行くぞ。先に何かある。注意するんだ。わかった。うっ、雲が来た。さすがにまだ使わないよ。うっ、近いな。ナイス。動きを止めて落とす。オッケー。まだいる？おしまいかな。いや、いるわ。これ見よがしにいるね。レベリオ。あ、こっちは道じゃないのか。横に2つって感じか。これは押し出し。あと。あ、あれか。戻ろうとして丸ボタン押してこうなっちゃってんのか。違う違う違う。オッケー。多分こっちが脇。あれ？君にかかればこんなのちょろいよね。随分大変。違うな。最終的にここに来るのか。ってことは、おっと、謎解きだな。謎解きだね。さあ、これは何だ。違うな。今度はルーン文字についても考えなきゃいけない。ルーン文字、どちらにせよまだ骨はないから、あの雲の場所行ってみるか。だね。左下にバリケードを突破する方法って書いてあるから、多分あれが本ルートだな。やるか。よろしくね。止まってもらおう。君じゃないね。一番でっかい子に撃とうと思ったんだけど、甘いよ。利用させてもらおう。いいね、効いてる。アレストモメンタム、あぶね。いいね。危ない。おやすみ。近すぎて私が当たっちゃうな。オッケー。雲にこんなに手を焼くとはな。驚かされるよね。焼かれたのは雲の方だけどね。さあ、めちゃめちゃ雲の牙が手に入る。バリンバリン。ご先祖に怒られるな。コンプリンゴ。ひー、怖え。絶対これなんか当たってちょっとでも揺らしたら弓矢とか飛んでくるやつじゃん。いや、よく普通に歩けるな。不気味とかじゃなくて身の危険を感じるよね、ここまで来ると。闇の魔術のマント、まあここらしくて雰囲気はあるけど、これ着て学校には行きたくないな。コンプリンゴ。もはや普通に壁壊してるな。お墓だな。別に偉い人のだけってわけじゃなくて、いろんな人のもあんのか。この地下墓地は状態が悪い。生徒の説明にあった通りだ。そうだね。結構の間誰も来てないみたい。だいぶごちゃごちゃしてるね。ごたごた、ガチャガチャ。あれは？レベリオ、アクション。今一瞬見えちゃったね。そうか、レベリオをしてからだと見えるんだ。ウィエンウェルデークは助かる。レベリオ。何もなさそうか。まあ一応開けるけど。うん、こっちはアイテムかな。あれ？あ、こっちもアイテムだったのか。じゃあ戻って、うん、結局骨はなかったから謎解きをしなきゃいけないのか。レベリオ。うん、だね。
これただつまり記されてるのをやればいいだけか。一回戻してまずこっちやってみよう。三角形と丸々、丸々丸々丸々あった。これで、あれ？レベリオ。ん？引っ込んじゃった。アクション。あ、いた。うまくいったな。いいぞ。下からやるのかな？レベリオ。おね。これはなんだ？ん？とりあえずでも骨やるか。下からだから丸々と、テトリス。丸々と、テトリス。開いたね。これでここに置いて。あと1個かな。もうそれ完成でもいいと思うんだけど、誰か片腕伸ばしてくれればくっつくんだけどな。腕がないか。丸ぐにょぐにょとテトリス。アクション。オッケー。いいね。やっぱりハリーポッターはじゃないや、ホグワーツレガシー、謎解きはあるけど難しくて積むっていうのはないから助かるね。ここの骨の連中よりずっと優秀だよ。お見事。それはわからないよ。ものすごい学者の方々だったかもしれないしな。ぐるぐると逆三角形。あれ？レベリオ。あ、あれさっきのもんか。あ、だね、あれさっきのもんだ。あ、じゃあただの外れか。まあ別に敵も何も出てこなかったからいいけれど。スリザリンの生徒がここに惹かれたのもわかる気がする。なんかすごいな、映画館のスクリーンみたいな。何もないか。あー、これ水が出てたんだね。跡がある。いいな、昔はここに水が流れてたんだろうなっていう枯れ切った遺跡とかものすごく好き。昔そこに人がいた痕跡とかがあるとちょっとワクワクするよね。ですよね。まあそれはそんな気はしていた。ナイスセバスチャン。アレストモメンタム、よいしょ。落ちてもらおう。いっぱいいるね。危ない。オッケー、ジャスが間違えた。うわっ、でかいの来たか。君にはこれだ。まあ一回じゃ死なないよな。危ない。あ、ディセンド効く。出てきたな。危ねえ。あ、死ぬ。アレストモメンタムも効くけど下から来る、来ないっぽい。オッケー。相変わらずディセンドの言い方主人公やたら怖いな。大丈夫か、スバッシャン。キーキー言ってるね。ごめんね。いってー、穴を掘るにやられた。オッケー。ディセンド単体だとそんなに効かないね。やっぱり空中から落とさないとレビオーソと相性がいいんだろうな。ごめんね、なんかキーキー言ってるとかわいそうだ。爆発資産した。これはなんだ、心惹かれてしまう神々しさもあるけど行くか。
あれは普通の木の根か。ああ、水を降らせるのか。お金がいっぱいある。行き止まりか。無駄骨なったな。まだ諦めるのは早いよ。あ、失われた遺物の絵。日記もあるな。あの遺物は可能性を秘めている。魔法族だけでなく、世界全体の役に立つかも。でもその真意に気づくためには必要な闇の犠牲が大きすぎる。詳しいことがわかるまでどうか異物を持ち出さないでほしい。あれ？ん？これ？あの絵本の試練にあった三角形のやつか。うわ、なんかおぞましいな。人の形をしたものがくっついてる。セバスチャン、見て、異物だよ。これか。もしかして？大丈夫か、これ触って。アクション。セバスチャンはノリノリっぽいけど。あ、強いな。え、丈夫な血統者手袋。手袋、あーレベルが高いね。でも80か、強いな。まあしょうがないね、とりあえずはいいや。これてっきり上燃やしたら水が降ってくるのかと思ったんだけど、そういう謎解きではないか。燃えないね。違うみたい。まあ水浸しに急になっても困るんだけど、そういうわけではなかったか。メモと異物の描写一致する。多分ここに異物を置いたんだよ。信じられない。でも何もかも辻褄が合う。本当に見つけたんだ。あったんだな。異物の潜在能力を引き出すには闇の犠牲が必要ってどういう意味だと思う？犠牲？でもここには異物のために来てる。いや待って、3人の人間にあのなんだっけ、インペリオ操る支配の魔法をかけてとか。いやーありえるな。クルーシオだって誰かにかけないと開かない仕組みだったもんな。異物が必要、異物はそっとしておこう。そっとしておいた方がいいとは思うんだが、ただの好奇心とかじゃなく、セバスチャンはアンのために生きているからな。とはいえそっとしておきたいのが本心ではあるが、今は必要としておくか。日記にある忠告のことは気にしない。異物を持っていこう。そうだな、これは定めだ。アンのために僕が持ってく。フェルドクロフトに行こう。よかったのかな。この異物のことは秘密にしないと、特におじさんには。ん？やべ、ここまで来たのか。いや、ついてきてたのかな。あれはオミニスか。これはまずいな。異物のこと知られたら、でも行くしかないよな、道的に。オミニス、さっきから聞こえてた物音は君だったのか。ああ、そういうことか。仕方ないだろう。放っておけるか。セバスチャン、異物のことは忘れろ。アンを助ける方法は他にもあるさ。悪いな、持っていくって決めたんだ。ダメだ、君が戻さないなら俺がやる。待って、二人とも。セバスチャン、お願いだから下がって。意志は互いに固いな。でもオミニスは僕が戦いから引かないって知ってるぞ。信じられない。争う気か。オミニスを説得する。どこから聞いてたの？全部さ。君が異物を取るよ、セバスチャンをそそのかすところもね。そこもか。セバスチャンの調査を終えた。何してるかは分かってる。セバスチャンがそういう時は大抵無謀だったり危険だったりする時なんだよ。
止めないと。よく知ってるんだな。変わらなかったら何かあるはずだ。手を貸してほしい。そうだよな。オミニスはあくまでセバスチャンが危ない、助けたいと思ってやってるんだよな。わかった、セバスチャンと話そう。同意できない、セバスチャンが正しい。これどうしよう。板挟みだな。もちろんオミニスも言いたいこともよくわかるけど、いろいろ散々いろいろきっと試してダメだったから、最後の希望の雲の糸でセバスチャンはこうやって闇の魔法を調べ始めたわけだろうし、セバスチャンにとって他に方法があるはずだっていう言葉はきっともう嫌ってほど親父さんから聞いた言葉だろうし、どうしよう。でもこれどっちにしろ、私とセバスチャンになるか、私と違うオミニスとセバスチャンになるかだよね、争いが。オミニスの気持ちもわかるけど、うわーどうしようこれ。悩むなー、セバスチャン。ごめん。セバスチャンは正しい。異物が必要なんだ。悪いな。そうさせるわけにはいかないんだ。それで友情が犠牲になってもいいってことかもな。でもそんなことをするのを黙って見てられるわけないだろ。自分の選択じゃなかったら、君を責める人は誰もいないよ。一体何が言いたい？インペリオか？ん？自分の選択じゃなかったら、インペリオをかけられていたと後で言い訳ができるから今引けっていうことなのか。そう、まさにそれが言いたい。何でもない。インペリオの、その言葉を軽々しく言って、利用はまだしたくないな。本当に来たるべき時まで闇の魔法には頼りたくないな。口に出して言ってみたら、馬鹿げてるね。でも他の考えがある。セバスチャンが異物を持ち出すのに一つ条件をつける。今回だけ、次はない。それは書斎で合意したんじゃなかったか？俺はバカにされてるんだな。そんなわけない。友情に傷をつけない方法はこれしかないよ。何が最善か分かってるって信じよう。分かった。なんだろう、俺も信じる。でも闇の魔術は手遅れになるまでは無害に見えるんだ。行けよ、異物を持って。俺はもう何も言わない。オミニス、後悔することにならないといいな。セバスチャン、準備できたよ。どうだ、僕の決意は変わってない。オミニスは違う、行こう。何？オミニス？説明は後で。さあ。オミニス、セバスチャンと強気に話すときとは違って、私と話すときはとにかく頼む、お願いだって頭を下げて、セバスチャンの前でつい何してるんだ、ダメだって強く言うのはやっぱり何が起きたんだ。あくまでセバスチャンのためなんだな。オミニスは君とちょっと一緒にいるだけで心変わりしたって。この異物は重要なものだから、君にチャンスをって説得したんだ。それだけのはずないだろう。話してくれ。大事なことは全部確認済み、保証するよ。これ。最初から秘密にしておくのは嫌だったんだ。あいつは分かってないんだ。それにまた心配をかけたくはない。これだってまだ
禁じられた魔法って3つあるから、まだ絶対1個はそういう話があるんだよね。2つ目でこれで、3つ目やるときどうなっちゃうんだ。本当にオミニスとセバスチャンが喧嘩して戦うことになったりしないよな。なんかすごい嫌な予感してきた。最悪どっちかの命に関わるぐらいのことが起きるんじゃないかって気がする。何も起きないでハッピーエンドになってくれればもちろんいいけど。出ていくときオミニスが僕のことを気にしなかったのからしくない。きっと苦しんでたんだよ。全部納得してても受け入れられるかどうかは別のことだから。僕が諦めないのは分かってくれてると思ってた。本当に大事なことだから、あんのために。ここで会えてよかった、はあ、海風は気持ちいいわ。あ、新しいセリフだ。海が近いんだね。海岸沿いだとそういうセリフになるんだ。綺麗だね、冬の海。落ちないようにしないと。基本的に他のクエストは、サブクエストは、なんか明るかったり、魔法の世界を楽しむっていうものが多い気がするけど、そういう言い逃れができないくらい、シリアスな雰囲気が常にあるね。セバスチャンとアンのこの話は。そうなんだよな。あの、サブのサブクエストっていうか、そういうのでさ、前も言ったけど、人探ししてるんだって、あの、息子が帰ってこないって言って、探しに行ったらもう死んでて、それを報告しなきゃいけないみたいな、そういうクエストもあったりしたんですよね。やだな、これ、将来的にセバスチャンか、オミニスが本当になんかそういうことになったら、待って、だってさ、一番最後に覚える闇の魔術、即死魔法じゃん。なんか三人で閉じ込められてさ、誰か一人に撃たなきゃ出られないとか、なんかそういうのになるんじゃねえかな。うわぁ、そう考えたら本当に嫌な予感してきた。うわぁ、どうしよう、やりたくねえけど。そうなると決まったわけではないから、アンも助けるためにはやっぱり進むしかないんだけど。いや、大丈夫だよな。こんなメイン級の、こんなにちゃんとキャラクター像を掘り下げたオミニスとセバスチャンというキャラクターが出てきて、こんなに距離が近づいたのに、最後の最後でどっちか殺さなきゃなんないとかならないよな。え、待って、なんかすごい黒煙上がってるけど、え、あれ火事じゃない？ただ煙突から出てるだけ。何があったか、アンには内緒だぜ。オミニスと同じ考えだから知ったら動揺する。わかった。Thank you.